先日、六本木の展示施設2121 21デザインサイトの展覧会に行ってきました。ウェブサイトの説明を見たときにはあんまり期待していなかったんですが、実際行ってみると、本について考える上でとても面白い展覧会だったので、その展覧会の中でも私がこれ特に重要だなと思った部分、少しだけお話し,します。この展覧会というのが、この間3月10日まで開催されていました、モノイメージグラフィック展です。 DTP ディスクトップパブリッシングつまりパソコンでデザインをするということですねまあ今はそれは当然の技術になりましたけれどもそれが普及する前の広告や普及し始めた90年代のブックデザインそしてそれが前世になっていってやがて今の私たちのようにデザインはひとまずこの パソコン上でやってほとんどの場合はそこで完結するというようなデザインの方法をいろいろと見ながらこの文字っていうものをどういうふうにデザインしていくのか文字媒体紙媒体っていうものをどういうふうに人は作っていったのかそういうことを通史として歴史として考えていくという。 思った以上にボリュームの多いボリュームの大きい展覧会でした。でこの全貌というのはこの図録を見ていただければいいんですけれどもまあその中でも私が面白いなと思ったのは個別具体例というよりは この歴史っていうものがどういうふうに変遷していったかという部分なんですね。なので今回はまあ一つ面白い具体例を挙げた上で歴史グラフィックデザイン日本のブックデザインの歴史を語る上でこれは重要だなっていうポイントを1個だけお話ししようと思いますますすずはこれです夏目漱石ののの心初版本のレプリカが今私の手元にあります。 昭和のある時期、昭和40年代とか50年代に、いくつかの出版社が、こういう文学作品の初版本をレプリカというか、復刻していたんですね。今、古本屋さんなんかに行くと、こういうのは数百円で買えるんですけれども、これも手に入りやすい本です。 その中でもこの夏目漱石の本の中でも「心」っていうのはですね日本のブックデザインの歴史を考える上ですごく重要な本なんです。というのも夏目漱石はデビュー作の「我が輩は猫」であるからデザイン部分に自分の意見をかなり濃厚にデザインーに取り入れてもらうというか自分の意図を反映させるということをやっていたんですがこの「心」については著者自創つまり「 このデザイン部分全体を著者が夏目漱石が自分でやるっていうことをやったんですね、えー、例えばあこの一番最初の口絵部分っていうのは、えー、この絵の部分は夏目漱石が描いた絵で、えー、それからこの見返し裏この部分は アルスロンがウィータブレイウィスというラテン語の格言が書かれています。まあこれはラテン語の格言としてはすごくメジャーなもののおの一つですが、芸術は長く人生は短いっていう言葉ですね。まあこのどういうふうに解釈するかっていうのはこのこの言葉のお。 歴史、需要の歴史の中でもいくらか変遷があったようなんですが、夏目漱石はこの言葉が好きだったみたいですね。この表紙部分にもいろいろと漢字が書かれているんですが、その詳細は置いておくとして、注目していただきたいのは、この外箱なんです。初版の外箱には、この謎の文字が一つ書かれていて、この箱に貼り付けられているんですが、何て読むんでしょう。 タイトルが心なので、まあ、これも心というふうに昔の字で読むのかなと思ったらこんな字は存在しないんですじゃあこれは一体何なのかデザイナーの祖父江ンがこの展覧会に寄せた文章の中で非常に面白いことを言っていましたこの謎の字の左部分は金文という、まあ、昔の漢字の書き方で手を表す 右側の部分は単なる縦棒を1本なんだけれどももしもこれを筆記具というふうに見立てるとたった今手が筆記具を置いたところのように見える内容に照らし合わせて考えるなら先生が遺書を書き終わった瞬間を表しているのではないかえつまりこの文字は遺書という意味の漱石が作った架空の文字なのではないか 創作文字なのではないかということを言っていて、あ、ソブエシーン、これ面白いこと言うなと思いました。あのソブエシーンは、えー、すごく挑発的でしかも大胆な想定をするデザイナーとして有名ですけれど、この内容とデザインっていうものの。 つながりをすごく実直に考えていって、えー、そして新しい思考を切り開いていく、それはこう言葉の思考でもありつつ、デザインの思考でもある、そういうところを切り開いていく人なんですが、あこれはすごい,い考えを聞いたなというふうにちょっとびっくりしましたね。えー、こういうういい初版ののレプリカっていうのはあ いくらでも手に入る本なので、中身を読むってなったら、まあ、それは文庫で読むのが一番読みやすいんですけれども、こんな風にデザインを楽しむっていうところもですね、本の面白いところなので、美味しいところなので、こういうところ、ぜひ注目してみてください。それからもう一つ、私がこれ重要だなと思ったのがですね、戸田勤というデザイナー。以前も動画でちょっと言及しましたが、 この人の存在がなかったら、日本のグラフィックデザインはだいぶ違っていたんじゃないかと思うんですで。この展覧会の中でも、序盤の方で DTP が普及し始めた頃に、それを積極的に使い始めた人たちがいた。そのうちの一人が戸トムであるっていう、そういう紹介の仕方をされていたんです。戸トムって、すごく功績の大きい人なので、グラフィックデザインというか、ブックデザインの世界で功績の大きい人なので、 その今までの活動全体を要約して簡潔に述べてくれる文章って私今まで出会ったことがなかったんですけどこの展覧会で初めてそのもし 3四百400文字ぐらいで戸田勤を紹介するのだとしたら、このデザインの歴史上に位置づけるのだとしたら、こういう人物ですっていう文章に初めて出会ったなと思って、ちょっと感動しました。戸田勤ってですね、まあ、先輩格であるというかまあ師匠みたいな存在ですが、杉浦康平っていう。 こののデザイナーの影響がすすごくく大きくてですねこれ80年代の本私今手元にあるんですがこのデザインやったのが戸田つですこんなふうに白を使用して光を当てるとキラッと光る部分があったりとかそれから本文がこのカバーとか表紙にもうそのまま出てきてしまっているそしてこの裏表紙なんかを見てみると本のキーワードが こうやってて浮き出ているこんなふうに表紙やカバーっていうものに中身がこうにじみ出てきているというようなそういう本の作り方をしているんですね。それからトダツトムの特徴として80年代トダツトムの特徴として線を非常に多用するっていうのがあるんです。この線っていうものを情報の区切り 区切りなんだけど連続しているっていうところでを表現するためにこの線というものをカバーやそれから本文にもすごく対応するんですそしてこの DTP が使えるようになった頃それが商用の技術として使われるまでにはまだまだ時間がかかるんですけどもう積極的に戸田勤はそこに飛び込んでいって このコンピューター上でのデザインというものが近代の今までのデザインの概念や方法論というものを刷新するのではないかそういう考えから DTP を取り入れてその可能性を追求していったそういうような内容がこの展覧会では語られていましたこの90年代とか0年代ぐらいの戸立つとものデザインというのは私あまり詳しくないんですが まあこの2010年代から20年代ぐらいの最近の戸田寿恵のデザインの特徴っていうのは例えばこんな感じ白を基調としてまあ白以外はほぼ使わないっていうデザインを彼はずっと続けてるんですデザインのミニマリズムと言うべきかどうかは分かりませんがうんまあミニマリズムという言葉で表現するには ああまりりにもダイナミズムがありすぎるこの静かなダイナミズム、白のダイナミズムっていうものが今の戸田勤のデザインの特徴なんですね。私、この戸田勤のデザインってまあ見れば、本屋さんの背表紙を見るだけで、あ、戸田勤だっていうふうにすぐに分かるんですけれども、デザイン 本のデザインに注目したことがある人にとっては、戸田ツトムのデザインっていうのはやっぱりそういうものだと思います。これは戸田ツトムにしか出ない雰囲気であるっていうものがあるんです。でおそらくそれは戸田ツトムが本の中身に積極的にこう関わっていってデザインを作り出しているというよりは、まあ、それが普通のブックデザインの作り方なんですけど、どちらかというと、情報という概念、そして 概念という概念にずっと向き合い続けているそこからデザイン、うん、や情報というものを書物という一つのパッケージに物質化するときどういうふうに作り上げるかっていうことを考えていった結果トダツトムスタイルっていうものが出来上がっていったんだなと私そんなふうに考えています。 そして、えーと、この文字とかグラフィックイメージっていうものを中心にこのテーマにして展覧会が行われていたんですけど、私が一番関心があるのはやっぱり本のデザインなんですね。情報というものをどういうふうに物質にするかっていうのを考えるとき、やっぱり一番その面白い世界っていうのはこの本というジャンルなんです。多分 ブックデザイナーっていうものはこのまあはるか昔からいるわけですけど、うん きっと本をデザインする人たちっていうのは情報という言葉が存在しなかった時期から情報という概念を経験的に知っていただから本っていうものをいろんなデザインで作り上げることができたんじゃないかもちろん書物っていうのは巻物の後はもうこういうダブルページと呼ばれるここでこう紙がこう合わさっていて閉じられていてでこういうふうに開く そうするとページが2つ見えるダブルページっていうこの方式をずっととっているわけなんですがこれだけを基本にしてその他はいろんな方式でこの表面部分を作っていく情報をデザインしていくっていうそういう,こういわば表現媒体であるわけですね。 ブックデザインっていうのはそういうものなんじゃないかなというふうに、この文字、イメージ、グラフィック展に行って、そういうことを考えていました。ちなみに、ブックデザインについて、もうちょっと手軽に知りたいという場合にはですね、非常にいい本があります。これ、平凡社から出ている別冊対応というシリーズなんですけど、そのうちの日本のブックデザイン150年という本が数ヶ月前に出ました。これ、非常にいい号です。 江戸時代の頃から日本が近代化していってそして昭和に入ってちょっと平成の部分もあるかなとは思うんですがこの DTP が始まる前ぐらいまで,ですねのブックデザインというものが一体どういうものだったか。 っていうのがこの本でもののすすごくく詳しく特集されていますこの本も見ていただくと多分、まあ、これもし合わせて読める人がいたら合わせて読むと DTP 以前 DTP 以後っていう感じで非常に充実したこの歴史を学ぶことができる組み合わせになると思います。